どっか行ってきた？まあ、夏の終わりなんですけど、うん、あのチケットあるんですよ、うん、大事に、はい、お兄さん見てもらいます、はい、こちらちなチケットですよ。これあんまりないでしょ、こういう簡易なチケットなはずなのに。あの見てる人ものすごい今モヤモヤしてると思う、うん、見せないですけどね。タイトル言うてもらいます、はい、爆笑トークアライブ、はい、あ、上宮崎元気とシンデレラエキスプレスの渡辺博重の爆笑トークライブ、はい、文字通り爆笑でした。もうね、このチケット、はい、いやお兄さんね、チケット買ってきてくれはった。いやいや、それは客として、お客さんとして、だからもう何を言ってもらってもいいですよ。いやいや、そうです。何言うてもいい、お客さんですから、はい、はい、お客さんですから、はい、いや僕最初冗談で言ってましたよ、あの矢沢永吉さんのね、うん、あの見に行くため元気ちゃんが資金稼ぎやとか、そうそう、いや僕さ、うん、それに協力しよういう、うん、部分が、うん、あれですわ、うん、が8割ぐらいに来ていったんですよ、うん、行ったらやっぱりね、うん、改めて、いや2人の話術の凄さ、うん、これは僕ほんまそう思ったよ。おで、あの日結構悪役やったでしょ、はい、あ、僕は悪役は、いや見ててね、ナメちゃん、そんなとこ攻めんの、結構ね、言ってたよね。もうノーガードで、兄さん行きましょうと、まあ、いろいろね、あの、このライブの前々日ぐらいまでは、うん、会った時にね、宮崎君が、ナメさん、あのこととこのことだけはもう言わんとってくださいって言ってた。次会ったら、いや、実はあのことはもう言ってよくなりました。え、どういうこと、いやいや、いいんです、いいんです。そんで最終的に会ったら、もう全部ノーガードになりました。なんで、なんで全部言って OK なのって言ったら、うん、あの、それで困る人が2人来なくなったんだ。すごい近いドメスティックな理由でね、だからいいんですよ言って、はい、やったんですけど、でもあれ言ってて、うん、まあ内容は言えへんけど、はい、まあ、命まで言えへんけど、うん、ケツ狙われへんで、なべちゃんお尻あ、あの辺のラインで、いや、まあまあまあね、いやいや、でもまあまあ、楽しく楽しく ね、楽しかったですよね。でも楽しかったです、いや時間がね、2時間弱、2時間、いや、ほんまあっという間、はい、普通絶対流れたんじゃないですか、うん、時間の、うん、わー見てて、もう1客でね、わ、うん、ーって見てて、もういよいよほんな終わりでね、え、もうそんな時間って感じでね。でもあれすごかったのはね、宮崎が逆にもう指名にかかってるけど、皆さんまだ行きましょうみたいな、ちょっと多分こうトランスになった、なんかすごかった、テンションめっちゃ上がって、もうよう喋ってましたよ、僕もずっと聞き役で、うん、よう喋ってましたね。いやいや、そうそうそう、お互いがこうなんていうの、こうクリーンな打ち合いっていうんですか、ええ感じ、爽やかなね、イメあの印象残りまして、ほんで困ったらその、鉄格子入んのかみたいなこと言ったらうまいこと乗ってくれるし、いや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 、最後、ね、生き様のあるパンチ見せ出せるから、ちゃんと入ってました、ナシロノボウの最後みたいなラストだみたいな感じであの妙なクリンチとかね、あ、なんかセゴいテクニックなし、妙に言ってたから、もう全部あの出血は全部ヒッティング、はい、バッティングやだよ、らしいですよ、全部ヒッティング、はい、もうそれはもうなんか松屋にいらずですよ、あの摩擦摩擦でね、ガンガン言ってたからね、うわーいうの、でもなんかナベちゃんこの前なんか浅草キッド水道橋くんのあれで東京行った、あ、そうそうそうなんです、呼ばれて行ってきました、はい。なんかあの倉本満さんって言って、あの、あ、わかりますわかります、スポーツだったんです、はい、あの方がなんかそのコカコーラがスポンサーで、うん、2ヶ月に1回なんかそのすごいとこでやったんですよ、アメリカンクラブ言ってね、ごめんなさい、これそんなおもろい話じゃないよ、あの麻布、東京の麻布のとこにパスポートないと普段入れない場所があるんですよ、なんで大使館の中とか、大使館です、要するにね、ロシア大使館の隣にアメリカンクラブっていうアメリカ人しか入れない施設があるんですよ、それをその日コカ・コーラさんのまあまああれで開放して、パスポートなしで、しかも壁がもうワインセラーになった壁のとこずーっと行ったら、そこにもうレストランバーみたいなのがあって、もう言うても100人立食になっていっぱいになるような、そういう会場でセレブな人向けに見せる、そういうパーティーが倉本さんがやってらっしゃるんですよ。でそれを2ヶ月に1回ですけど、前は音楽専門で例えば加藤ミリアさんとかクリスタル K さんとか呼んでやるんですけど、今回はお笑いでやりましょうって、それでなんかしなんか僕呼んでもらって、あの行ってきたんですけど、まあ浅草キッドさん、水道橋博士さん推薦みたいなんで、あとあのキック君言うて、エンタに出てたムエタイの格好してやる子覚えてますね、その子が呼ばれたりとか、なんかそんなんで、あとなんか東京からなんかロッジ君とか、あとなんや知らないですけどマネージャー用してました、今東京でこれ3組来てますとかいうの、それがもうその前にいてるこう立食でワインかなんかこう飲んでる人向けに
やるというか、はい、で僕別に一人で行ってるんですよ。ほんで何すんねん言ったら別に一人でなんか、うん、あの一人で喋ってくれと、なんかもうその楽屋話的なことを一人で喋る。ほんで水道橋博士さんが、うん、今から出てくる芸人はね芸歴24年なんですけど、これだけ皆さん言っときます、それもザバザバしてるんですよ、立食やから。もうロッチ君でも力技でガーンやって聞かせてるようなところ、そこへ出ていて、今から出てくるの24年ですよ芸歴でもね、大阪では滑り知らずの芸人さんです一回も滑ったことないんですもし滑るとこ見たら皆さん歴史の証人ですみたいな感じで、それではどうぞ言ったらシーンってしてワイン飲むこのここ固唾、まさに固唾を見まあるぐらいの、もう飲むこともなくシーンって聞いてくれるような、そこで喋るという、いいじゃないですか。はい、でもなんかそのハードル上げないでの紹介って困る時ありますね。困りますね。でもめっちゃいいお客さんでした。まあ、よう笑ってくれる。東京はまたね、優しいね。なんか普段大阪とかで関西でやってるのはええよね。はい、うん、岡村康之さんとか来てはりました。あ、知ってる知ってる、ミュージシャンの人とかめちゃめちゃええ人やで、いっぱいなんかもうその、うん、まあ、業界の人やねとかいっぱいいてましたけどね、うん、はい、前俺もいっぺん東京の角座であの安田とこうライブやってた。ほんで、ええお客さんやから、はいはい、すみかアリサが女子部で来てて、お前舞台出したるわ、声言うて、ほんで新宿まで一人で来て、はい、新宿駅にうちのマネージャー、まあ、迎えに行くのもあれやからちょっと声言うて、角座まで歩かしたら、300メートルぐらいの距離かな、うん、そこに、あの、どうなったんやったっけ。5人、あの、ちょっと、スカウトされました。すごいやん。それが、その嬉しいスカウトじゃなくて、どういうこと、あの AV のスカウトなんですよ。でも単体のスカウトでしょ。やっぱりすごいよ。単体ものでしょ。単体もの。なんでこれ聞かないと単体ものでしょ。裸でお引っ越しとか話ちゃうでしょ。20人ぐらいで。なんかソフトオンデマンドが空手やるみたいな、あの50人ぐらいないで、首から社員証かけてるやつ首から社員証かけてる。そんなんじゃないでしょ。単体言うてはりました。単体か、それ大きいよ。それなのか、それちゃうもんけ。だって引っ越し裸でも引っ越した。いや、シリーズあったんですよ。裸でオーケストラってね。裸シリーズね。裸シリーズ。全裸シリーズ。はい、全裸シリーズ。それと単体かどっちかやろうな。うん、なんで声かけてはった、うん、お姉ちゃんはなんかそういうなんかモデルとか興味ないから始まって、うん、なんかよく話を聞いていくと、うん、そういう AV の話やって、でもお姉ちゃんは確か、うん、確かじゃなくて、うん、お姉ちゃん田舎から出てきたでしょ、うん、ここら辺の人じゃないでしょ、うん、って、うん、絶対東京人じゃないと思うんだよね、うん、ずっと無視してたんですけど、うん、ずっとそんなこと言われながら、うん、まあ、次がギャンの、そうね、また次の人来はって、うん、お姉ちゃんやっぱり東京の人じゃないでしょ、僕わかるんだ、うん、バカなこと言わないでください、それは単体なんですか具体的に細かくね裸でお引っ越しなんですか裸でお引っ越しは NG ですよバタダムですよ単体ならみたいなねそれやろうな、すごいな、いやそれすごいでしょ、5人に声かけられる、ね、300メートルでやで、はあ、60メーターに1人、1人や、そうですよ、新宿、あですよ、だから多分今 AV のスカウトマンからしたらもうこれ、うん、もう即戦力だよ、即戦力だよ、実業団ナンバーワンピッチャーみたいなそういうことは単体ですから、ね、単体でしょ単体やで、いや実業団店長おすすめや店長おすすめの棚にある、はなかなかそんなん金の星やろ、これ卵やで、そこにはもう勝てもかへんかった、もうずっと無視してもう前だけは見て門座に向かいました、うん、でも実はその名刺はカバンの中になんとなくやけど入ったなんかあった時に、ね、その時にふっとね、東海の時にもう田舎に帰ろうかなと思った時に、はい、ふっと電話番号がそれかけてしまうんやろ、かけてまうね、うわーかけてまうやろな、なあそこまでして芸能界にってやっぱ思ったりすんの、いやーそこまではまだ、うん、そこまではなあ、うん、もう分からんもんな、だからこれ怖いで、いやいや、うん、田舎から出てきて東京に行った子、女の子が、うん、私芸能人なんねって言った子が、うん、スカウトされた、ほら来たーと思ったら、うん、いやこれ実はっていうのが多いやろ、これ多いんでしょ、分からんもんな、うん、俺らでもなあ芸能界長いから今大体分かるけど、うん、どこの事務所やねんとか、うん、誰がそこ絡んでんのとかこう聞いてったら、まあ、まともかグレーかってのはもう今分かるやん、分かりますけどね、うん、でも東京は分からへんで、分からんす、いろんなジャンル、もうお笑いのスカウトじゃないですね、うんうん、ある程度人にね君明日から劇場とかもらいますもんねおもろいから即戦力とか
お笑いのスカウトはないですね。お笑いのスカウトないな、街歩いててな、それないですね。それだって侍のリーダーが歩いてたらスカウトするあんなおもろい顔ないからな。国際スターじゃないですか。サムハン金庫以来じゃないですか。デスマスク作りたいですよね、真っ先にね。侍のリーダーが死なはったやん。死にましたもんね、デスマスク。ありがとうございます。ありがとうございました。